まあ、あの大津彩加さんで、えー、申請してますからね、えーまあ、おそらく99.9%ぐらい大津彩加さんで申請しておりますので、おそらくね、えー、こ,れ <laughs> これが、えー、違うとなれば法人格付与の法律でしたっけ、あのこれは私はあんまり苦手なんですけど、これね、政党というのは法人ですよと、えーまあ、この立花隆さんと上杉隆さんが、えー、この、うんと、 動画でお金を貸してくださいっていう風に言ってる時に、あの、しきりに法人ですって言ってます。で、だから、ここで説明してるのは、立花隆さんが死んでも大丈夫。なぜなら法人だからね。法人だから。 でなその法人だからっていうのは、これね、えー、政党交付金の交付金を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法,法律、まあ、この辺に関していろいろね、えー、解説してくださってるのが、あのー、失敗小僧さんなんで、失敗小僧さんの動画を見れば、多分わかると思うんですけど、だから代表者がなくなっても大丈夫なんですよ、法人だから、個人じゃないから、だから借金は、えーあのー、残るっていうか、 残るというか、債、あ、権、のー、者が、えーね、死んだ人に取り立てに行かなくていいよ、立花さんに取り立てに行かなくていいようになってるわけ。じゃそれが今、大津彩香さんに変わりましたよ、だから、大津彩香さんは、えー、法人の代表権を持ってるだけね。だから、大津彩香さんも、うん、か変わったならば、別に、だから、法人から取り立て、取り立てに行く人、債権者は法人に取り立てに行かないといけないわけね。 でそこで、えー、一つ問題になってくるのが、えー、その法人,からじゃあそ法人が借りる場合に、えー、何を原資として返すかつ、政党交付金を原資として返しますって、はっきり、この借りるときに言ってるわけ。いいですか政党交付金が原資なんです。ね、で、政党交付金をそのまま、えー、返済に当てることもできないし、貸付にあ当てることもできない。 ねえー、それは政党女性法の <laughs> 第14条に書かれています。ここの、ね、支出の定義、要はだから支出の定義なんでかなり弱いです。これ、私これかなり弱いと思ったのね。だから、あの借入金の返済および貸付金の返済あ貸し、えー、貸付金の貸付を除くですから。 だから政党交付金をそのまま直で、えーえー、支出することができないわけ、支出してもいいけど、会,会計帳簿上にそういうふうに記載できないから、でそして会計帳簿上に、えー、本当は借金の返済に支出してるんだけど、えー、それを記載してやれるんであれば、それ会計責任者がお縄ね。 だから大津彩加さんが代表になって大津彩さんが間違って借金を、ね、借りてる人から返してくれって言われて政党交付金、ね、今、8300万円で大津彩さんの名義で政治家女子48党の,その名義に変えたやつに振り込んだと思うんだけど。 要は、それで請求してるから、おそらくね。大津屋彩香さんサイドが承知してなければ、立花さんサイドが、一方では大津屋彩香さんが代表じゃねえって言いながら、粛々と、<laughs> 粛々と大津屋彩香さん代表で請求してるはずだから。だから、20日の日に降りてきましたでしょ。で、それを大津屋彩香さんが今動かせる権利があります、ね凍。凍結、凍結って言ってるのは、それ凍結を問い詰めていけば、凍結じゃないから。 それ凍結させているんであれば、その凍結させている人たちがカシャンになるから、おそらくね。リソナとか、もし立花さんがリソナに言って凍結させているんだったらカシャンでしょ。で、もし逆に大津彩加さん、サイドがその口座を凍結させているんだったら、今、今、すぐにでも開票しないとダメ。もしそれ弁護士とか使ってなんかやってる、保全してくださいって言ってるんだったら、ね。 まあ代表権を有してるかもしれないけど、政党が吐き出してきたそのお金ってあるでしょだから職員の給料か分かんないけれども、だけど明らかにそこで政党で法人のもとでお仕事をしているく、くださってる方いるでしょだから簡単に言うと、1人放送局に視聴料という形で吐き出すっていう作業もしないといけないわけ。<laughs> 分かりますか あの借金返してくれっていう人今増えてるっていうわけでしょ取り付け騒ぎを自ら立花先生があの起こしてるわけですからだからあの借金返してくれっていう人に対して大津彩さんは、えー、ねそれを止めていただらばね立花先生が詐欺罪になるわけそして間違っても直接的に借金の弁済にやったらばそれは立花さんがお名前になるわけ会計責任者だから。 見てみる、分かりますか大津屋さんは動かす権利もありますし、逆に大津屋さんじゃなくて、政党自体が動かす権利あるのよ。で、動かしなさいなの、国民はね。第三者の国民は、交付したものだから、それをなんで制限かけてるんですか我々国民ですら制限かけ,ないかけられないんですが、あなたたち、政党でその動かすやつを決めてくださいねでしょで、そして国民の中には、金貸した人がいるわけ。法人に対してね。 えー、この上杉隆と、えー、立花隆に金貸した人がいるわけねこれ、えーまあ、個人じゃなくて法人にねしきりに法人って言ってるでしょ法人に対して金貸しててそしてその人たちが金返してくれって言ったら返さなければ誰かが詐欺罪でやられるじゃん立花隆詐欺罪でやられるでしょだから大津彩香さんがサイドが弁護士使ってもしそれ保全だってって保全してるんだったらやばいよ立花先生貸したんだよわ <laughs> かりますか 統合と消滅ですって、統合と消滅。で、その中で、えー、この中で言ってるのは、返済スキームとしては、政党交付金が、えー、そのまま支出,出できないので、えー、だから、あの貸し付けもできないので、だから、1人放送局株式会社に貸し付けもできなかったみたい。それは私は政党助成室に、昨日か一昨日いき 電話して、えー、確認したときに、貸し付けもできませんよっていうふうに教えてもらいました。あ、あ、だから、だからっつってこの動画を見直したのね、えー。2019年の11月22日の動画を見直したら、あ、確かに一人放送局に等から貸し付けじゃなくて視聴料っていう形にしてますよね。はい、消費税。<laughs> 消費税。これを私はもう国税に消費、一人放送局の消費税に関しては、かなり かなり行ってきますよ。かなり国税にやって、まあ、私っていうかね、大津彩香さんサイドの高野さんでしたっけ、弁護士さん。この高野さんとか、ひえー、秘書の広広君が、この一人放送局の,しあの消費税の話ね税、税務処理の話をかなり突っ込んでほしいんだけど、私からしてみれば、まあ、私、そういう暇もないし、金もないから、誰かがあのお金くれるんだったらやりますけど、私がね、<laughs> 調べて、調べてやりますけど、 ね、だから政党交付金をそのまま借金の弁済にできないからあの一旦一人放送局に視聴料という形でいよいよ商品やサービスの提供を一人放送局から等が法人が受けましたからそれをやりますでしょでそして債務者に対して一人放送局が寄付したならば。 えそれは寄付が寄付で、贈与税とか、なんかそういうのとか、いろいろかかってくるかもしれないから、だから、何をやってるかっていうと、出演料という、まあ、私からしては偽装請けをね、一向個一個に出演してこないから <laughs>、わかりますか、債権者に対して、ヒストリ放送局が何かを、ね、その、金を払うときの名目が必要でしょ、ね、債権者は、あれですから、党に貸してるわけですから、 それ一旦そのマネロンの時に、マネロンの時に、一人放送局をやった場合には、再建者も出演しないといけない。私は立花隆一人放送局に、金貸してました。それを返してもらいます。出演料という名目で、つって、マネロンしないと、偽装受け負いだから。ね <laughs> 偽装受け負いだから、それね。だから、 あのー、まずいわけですよ。もしくは寄付にしたならば、もしかすると、立花隆って名前ついてるから、ね、特定え寄付の、えー、禁止になるかもしれない。ね。で、今は変わってると思う。ホリエモン神道を立ち上げる前のスキームの話言ってるから、これ。堀右衛門神道を立ち上げた後は、また違うやつでやってると思うけどね。それもよくよく見ていくと、んっていうのはあるかもしれませんが、<laughs> ね。まあまあ、ちょっと置いといて。 えー、この動画で言いたいのは、大津彩香さんが亀甲縛りしたら、党に利益をもたらしますよってこと。逆でしょ損害じゃなくて、党に利益を。大津彩香さんの亀甲縛り見たいじゃん。みんなねだから。党に利益をもたらすんだって。いいですかこの動画の中で、金借りる中で、立、え、花、ー、さんがっはっきり言ってるのは、 立花さんが死亡しても大丈夫です。それは法人であるから、それは法,法律でちゃんとなってるでしょいいですか法人である党政党の代表、えーあ、代表権を有する者の。 えー、第9条、えー、法人である政党等には1人または数人の代表権を有する者を置かなければならない。第9条の2、代表権を有する者は法人である政党等のすべての事務について、えー、法人である政党等を代表する。ただし、党則等、統則等の規定に違反してはならない。これいいですかこの9条の2、んーと、 4月7日のその浜田聡と斎藤健一郎と立花さんが出した動画はこれに違反します。ね。大津彩香さんが代表ですって言っときながら、言っといて、しかも神奈川県の知事選挙に出てて、選挙運動期間中に違いますっていうことを言ったわけね <laughs>。具体的に言うと、え、ー 政治家女子48党の会計責任者と、えー、浜田聡参議院議員と斎、えー、藤健一郎参議院議員が大津屋家は政,党政治家女子48党の党首ではなく斎藤健一郎が党首ですって言ったわけでしょすると次出てくるわけ代表権を有する者の代表権に加えた制限は善意の第三者に対,対抗することができないでしょ 善意の第三者って何かっつったら、えー、大津彩さんが、えー、代表ですって思ってる人ね、まあ、登記上もそうだし、<laughs> ねで、それ、いつまでかっつったら、確実に4月5日の段階では、大津彩さん出してると思われるので、99.9%ね。だから政党交付金が来たわけでしょ <laughs> 来たわけでしょ付与されたわけでしょっていうことは、法人格のその付与と、えー、その、えー 政党女性法上の,その申請には全て大津やかさんでやってるわけ裏でね <laughs> 裏でやってるんだけど表向き上は斎、えー、藤健一郎ですってやり続けたわけねってことは国民善意の第三者って国民ですからこの場合ね国民に対しては対抗できないのよわかりますかだからそんなことしている政党に政党交付金を やっちゃったわけ、総務省はね。だからそれ、総務省は政党上性室何回も確認しましたけど、手続き上問題なかったからやったってわけでしょ。で、やったわけでしょ。でも、国民が怒り狂えば、いや、何黙らかしてんのみたいな。ね。陰では、えー、大艶やかでやってってんのに、表向きは大艶やかは、えー、代表じゃないって言ったわけでしょ。まけまえますよ。政治家女子48等の会計責任者であり、 えー、堀エモ門神道の代表者である立花隆が自分は無職のおっさんです風,風味を醸し出しながら、ね、<laughs> 外,野外野なんだけど外野,外,野外野ですって言いながら実は外野じゃないのに中,中に存在して権力もあるのに <laughs>、ね、あの大沢彩華は <laughs> あの代表じゃないですっていう茶番劇をし、えー、やったところに政党交付金なんて。 やっちゃいけないじゃん、そもそもね。そうなってくると、この、これ、これで言ってた時の、え変、ー、あの、ね、死んでも大丈夫でしょだから、大津横さんでも大丈夫なはずなのわけ。法人に貸し出してるから、ねえ。金を貸してる人は法人に貸し出してるから、だからここで、三崎雄太がクソっていうことが分かってきます。分かりますか <laughs> ここで、三崎雄太はクソなんですよ。 ね、大津若さんであろうが、立花さんが死んであろうが、クソの美咲雄太であろうが、私であろうが、誰が代表であろうが、債権者はしっかりと保全されますよっていうことを言ってるわけ。立花隆さんはね。返せます。どうなっても返せます。法人だから。法人が潰れない限りは、えー、だからこれだけ、ね、私がもし代表者になったらもう即刻解散だから、その瞬間に返せなくなるからね。 <laughs> だから、そうだから解散だから、もしくは政党助,助成金の、えー、請求を受けませんとか、独裁でやれるんだったらやるからね、だから、その瞬間は崩れるんだけど、ね、それ以外のケースでは、政、え、党、ー、助成法が変更されない限りは大丈夫ですっつって借りてるわけ、要は元本の保証要は元本が返ってこなくなるリスクは、政党助成法の変更リスクのみだよっつってるわけ。 法律が変わっちゃったら、それは仕方がないよね。返せませんよね。っていうことね。法律一切変わってないでしょ。法律一切変わってないですよね。大津彩佳さんが、亀甲縛りやるっつっても、法律変わんないよね。<laughs> ね。え、ちょっと待てちょっと待てっつって。法人格付与の法律、もう一回これ出すか。 大津彩加さんが、きっ縛りやる、これや、やると言ってないよ、仮の話ねごめんね、あの <laughs> ブレーストーミングの中でできたきっ縛りをもしやるとしても、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律、変わんないでしょ、政党女性法、変わんないでしょ、ね、法律、全く変わんないでしょ。<laughs> ちょっと待てって国民がざわつき始めてそれだったらちょっとね政党の代用者が引っ越し針りやるんだったらそれちょっとまずいからっつってあの法律変わるんですかって変わんないでしょだから法律の変更リスクないでしょいいですか橘さんは法律が変わったならば返さなくなることがあ,りあるかもしれませんねそれ以外は大丈夫です石橋叩いてますとワーストケースワーストケースで橘コンピューター回してますって言ってるわけね だから、大津彩さんが亀甲縛りやったら、逆にもっと金集まらない <laughs> 逆じゃない逆にもっとプラスにならないなんか金めっちゃ集まるような気がするんだよ、私はね。やれっては言ってませんよ。ねだからそれを理由にしてなんか言うこと自体が、ね、やばいでしょって。要は、えー、その、なんていうか、簡単に言うと、この時のスキームと、えー、変えて、 もしくは、この時のスキームに何らかの問題があり、今、口座の,その入出金を出せない状態になっているかもしれないわけでしょ。だから、第三者委員会で除いてほしいのは、一人放送局株式会社の口座なんですよ。法人がどういう税務処理しているのか、視聴料と出演料がめちゃくちゃ出てくるはずなんですよ。そういうふうに我々に説明しているからね。説明している通りに、出演料と視聴料がめちゃくちゃ出てくるわけ。 1で一つ分からないのが、その出演料が借金の額であるってことね。<laughs> もしくは、NHK 受信料不払いの額であるってことが出演料でしょ。それは適正じゃないでしょ。普通に考えたらね。偽装請負いでしょって。ね。請 <laughs> 負いを偽装して、そして出演料という形で支払ってるわけでしょ。 だから金返してくださいよっていう人に対してはこうやって回しますっていうそのスキームの説明自体がえ違,法違法性を帯びていると私は思ってるわけねそしてこれ皆さん見れば驚愕すると思うんですけど年利10%で、えー、<laughs> 1人5口までで最大総額が1億円だから、えー、まああの1人あ1口これとも間違ってるな1人 1、えー、一口100万円、1人5口まで、だから1人500万円で,です、マックスね。で、そして総額100口ですから、1億円までなんですけど、これ全部撤廃されてます。ね。一回撤廃したんですよ、これ。 ね、でこれ、これ撤廃した条件が変わったやつをこのあとに動画出していって、それで借、ま、用、あえー、書、実際の書面となって、えー、やってるでしょうから、それはまあ条件は問題ないと思いますけど、その後にリスクの説明としては、これしかないはず、正当女性法の変更リスクだけだよっていうのしかないはず、この動画しかないはず、この動画が一旦クローズされて3ヶ月ぐらい、えー、オープンにならなかった。 けど私はこれをローカルに落としてずっと持ってます。これ証拠ですからね。ということは、政党女性法が変更しないのに、その金改正やってきた人に対して対応するような基金ね、政党基金を貯蓄しておくっていうことをしなかったわけ。立 <laughs> 花さんはね。 でいや、ゼロじゃないよ。ゼロじゃない。ゼロじゃないから、今までは大丈夫だった。今までは大丈夫だったんだけど、今回限りは、ね、今回限りは、そのリスクが生じているわけ。それなぜかって言ったら、今、8300万円だって、返しなさいよってなるかもしれないから、最終的にはね。返還のリスクがあるわけ。 もしかすると、だから、丸山穂高ちゃんの、まあ、ないと思いますけど、丸山穂高ちゃんのやつも回収なさいよとかってなるかもしれないからね、わかんないけど <laughs>。まあ、いいんですけど。 はい、えー、っとそういう形で、えーまあ、まとめますとまず一つはリスクの説明はこの動画の中でやっててそのリスクの説明じゃない条件でもし借金が返さなくなったとするならばそれは詐欺罪が成立するかもしれないねわ <laughs> かりますかそれで返せないんであれば、えー、詐欺罪が成立するかもしれないで上杉隆と立花隆でしょ 詐欺罪成立するかもしれないだから上杉隆さんは今全力で立花さんのこ,のこれとは一切関係ございませんよと <laughs> 募った時問題とは関係ございませんよってやらざるをえないからいろんな攻撃を仕掛けてると思うんだけどね立花さんに対して <laughs> まず一つはねもう一つは条件の変更がありますとその募った時からコロ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 ,コロ条件変えていってると。 だからあの、それ条件変えてますよって言ってるんだけど、それ、政府になってるのはおそらくですけど、その条件で、えーえー、文句を言ってくる人いないから、その条件が変更になったことによって、文句を言ってくる人がいないから、少なくても30分でいくらか集まったって言ってましたから、この条件だからっ,つって飛びついた人がいるはずで、その人に対しては説明したはずなんですよ、説明した上でで、ご納得なされて、えー、それだったらやめるって言った人にはやめ,めてもらって、 えことが、えー、しっかりと鎮火したから、えーえー、3ヶ月後ぐらいにまた上げたんだと思いますよね。だから、この条件で借りてる人がもういなくなって、この条件だ,だったら借りたんだけどっていう人がいな,くないないなって言った頃に上げたと思うんです。これは弁護士と相談した上で、2番の件ね、この条件の件は、えー、鎮火させたと思うんですね。 でも一番のリスクの変更はずっと抱えてるわけ。全部借金を返すまで、利息の説明はこの動画で言ってますから、それはずっと抱えてるわけ。だから政党、簡単に言うと政党女性法が変更しない限りは絶対返さないといけませんっていうことね。返せないということは、その時点でお縄になる可能性があるわけ。詐欺罪とかでね。そして三番の件に関しては、 一旦、一人放送局を経由するそのスキームの中で、消費税が非常に怪しいんですよ。ね、要は、一人放送局の,その事業上の消費税、要は特定商取引法も非常に怪しいから、私は特定商取引法で告発しています。あの 大津屋家さんの弁護士さんの高野さんとか、えー、でしたっけその優秀な、それ私も知れませんでしたが、失敗小僧さんがかなり優秀な弁護士さんって言ってましたけど、一人放送局を私は特定商取引法で告発してます。具体的に言うと、特定商取引法第60条に基づく申し出っていうの消費者庁にやってます。それはね、書面の交付です,ですとか、クーリングオフの説明ですとか、そういう形態がなされてないと見たから。ね。で、そしてその中で、 今、立花さんがスマートテレビね、それは株式会社立花隆の方だと思いますけど、株式会社の立花隆の方でスマートテレビをめちゃくちゃ押してってますけど、それはね、えー、私のイメージとしては、スマートテレビを売,る本もう売れればいいなぐらいに考えてると思います。立花さんはワーストケース考えますんで、100万台売るぞとかって言っても、売れればいいなって。 そういう事業を展開していますよ感を出したいからやってるだけだと思いますだからポイントとしてはそっちじゃなくて一人放送局株式会社の入出金のその流れを追っていくことが要は税金とかね税金とかそういう税務処理とかを追っていくことが、えー、最初じゃないかなって思いますよね ましてはここで言ってますからね、この動画の中で、えー、党から視聴料という形で一人放送局に渡し、一人放送局からその会個人にやりますって書いてるのね。私として見ればな何や、何をやるんですかって言ったら、えー、会社から支払われるってことは、その会社の、えーまあ、給与とか役員とか、えーそのはね、一時的な受け負いとかでしょ。だから、出演料という形でやるんじゃないかなと思うんだけどね。 えー、まあいいですけど。はい、以上です。